はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、スプライト実装で大変盛り上がっている遊戯王マスターデュエルでございますが、スプライトと組み合わせるデッキ、皆さんご存知ですか？何が強いか。鉄獣、はあ、ははあ、まあ強いですよね。イビルツイン、まあ強いですよね。メルフィー、強いですよね。代行者、強いですよね。違うんですよ、スクラップなんですよ。これなんでか分かります？リサイクラー1枚から先行1キルできるからです。完全にスプライト悪用してるんですけど、これスクラップリサイクラー1枚から1キル確定するんですよ。でこのデッキのすごいところをちょっと先にお伝えするんですけど、あのね、スクラップリサイクラーってアクセスできるかと死ぬほど多いんですね。例えば、リサイクラーすびきもあるでしょ。で、ラプターね。ラプターイコールリサイクラーなんで、ラプターと、あと、ラプターを持ってこれる化石調査。そして、ラプターを持ってこれるエリア。このカード全部、全部で今回11枚入ってるんですけど、11枚のカードが、初動になるんですね。だから、初動率計算してもらったら分かるんですけどね、8割あります。はい。80% の確率で、初動通れば、先行ワンキルが確定すると。これ、先行ワンキルの中でありえない成功率なんですよ。これありえない成功率になってまして、で今回はですね、どういう動きしていくかっていうと、エルフでね、このね、ガチでやべえモンスター釣ります。はい、これね、スプリンドっていうモンスターが今回ちょっと来てなくて、スプライトちょっと若干ね、動き方いろいろ他の敵だと変わってるかもしれないんですけども、スクラップデッキってリサイクラーでこの最強モンスター落とせるんですよ。だからエルフで釣れるんですよ、最強。これが何回も言うけど、手札1枚からできるんですよ。終わりです、このゲームは。はい。このゲーム終わりました。早速ね、この地獄みたいな、スプライト悪用先行ワンキルデッキ、ぶん回していきましょう。デュエル。スタンバイ。実質、妨害がない場合の先行ワンキル成功率約9割と言われている、この最強デッキを回していきましょう。先行ワンキル、妨害なかったら9割で決まるのやばいでしょ、これ。普通にこれ成功しすぎでしょこれ。明らかにおかしいよね。さあ、とりあえずスクラップリサイクラーで、こっちは無限法よって言われてさすがに止まらざるを得ないんだけど、リサイクラー召喚効果発動。あ、オッケー通る。これちなみに一応化石調査があると、ゲラザウルスで一応貫通できたりします。リサイクラー無限法よって言われても、あ、増殖する G ね。はい、まあ、それだったらケアできるわ。あっか、アーノン墓ら確定させてもらって、はい、黙れと。はい、そのなんかゴキブリ黙ってもらって、ゴキブリ掃除するで、これでトークン出るで、2体のモンスターでスクラップワイバー。ちなみにこれ回し方も意外と簡単なんで、よかったらご覧ください。はい。いやもうこれでワンキル確定だとやばいよな。スプライトあかんと思うわ俺。スプライトあかん。てかスプライトあかんっていうか、ちょ、一個言って、デビルフランケン絶対ダメ。デビルフランケンとかいうモンスターマジで今すぐに禁止した方がいい、本当にクソだから。これいつまでたってもこの世の中でさ、悪さしかしないじゃん、このモンスター。まあ、魔導サイエンティストとかと一緒だよね。もう魔導サイエンティストとかと全然一緒なんで、もう普通に無理なんで、このモンスター今すぐに禁止した方がいいと思う俺。でリサイクラー、まあ、禁止されたら余裕で使いますけど。しかもあいつ機械族なのやばいよな。あいつ機械族なのかガチでやばいわ。はい。で、ここでリンク2を作りましてですね。はい。で、リーブ21を出して。で、リーブ21の効果、毛髪を継ぐものをセットして、で、毛髪を継ぐものを発動。毛髪を継ぐものによって、スクラップゴーレムを特殊召喚して、スクラップゴーレムの効果によって、まあ、リサイクラーを過労死させていくと。はい。これデビルフランケンじゃなくて、どっちかっていうとね、あのね、スクラップリサイクラー過労死デッキに近いね。特殊召喚するでしょ。で、リサイクラー、特殊召喚成功して機械速遅れるから、もうこれ、これでデビルフランケンだよ。まあ、ちなみにこれ、スプリンドが、いると、多分なんかどんなデッキでもできるんじゃないかな。スプリンドないからさ、今、まだ。で、エルフでしょ。はい。で、これちょっと、間違えた。いや、雑談してたら間違え、いや、いけるか、いや、いけるな。あ、多分いけるわ。
あんま関係なかったわ、リーブ。大丈夫だ、ゴーレマもいらないから別にいいや。多分大丈夫。危ねミスター。あの皆さんこれリーブ使わないでほしいください。リーブは一応リンクサイになるとなんかフィールドのカードを1枚バウンスするっていう効果あるんですけど、デッキにね。はい、これちょっと普通に間違えたんですけど、まあ、間違えてもなんとかなりますこれで。5000ライフを支払いましてですね、デッドリーガイを出しましょうと。でデッドリーの効果を発動して、手札を1枚墓地に送りまして、でヒーローをディヒーローを墓地送るという効果がありますので、これでディアボリック界とかいうバチガチぶっ壊れモンスターを墓地送って、でディアボリックの効果を発動してゲームが除外してアナザーディアボリック。いやこっからは多分ね皆さん見たことある動きになると思うんですけども、まあ、こうすればいいと。はい。もうね勘のいいこのクソデッキ大好きな皆さんだったら、もう勘のいい方だったらもうこうなった場合もう何が起きるか分かると思うんですけども、イゾルデの効果を発動して何を落としますかと。はい、まあ、当たり前に粘土増幅装置、当たり前体操、当たり前体操、リナード効果、特殊が成功時、当たり前体操によって落とした、当たり前増幅装置を、回収しながら、ですね、ジェットも落ちてるからいろいろできるのこれ、まあいいや、ギガンティックスプライドこれ邪魔なんで、あのリンクさえできないとかいうなんかスプライドユーフのやつ邪魔なん でここをエクシーズにしまして、はい、召喚ムービードヤ顔で出した後にスプライド展開は一切せずに普通にリンク召喚。これスプライト、ほぼエルフのみだけど、ね、使ってんの、ほぼエルフのみで、完結しております。はい、ギガンティックスプライトはただエルフをどかしたいだけっていう。それだけっていう。はい、で粘土属装置、はい、サイキック族、僕サイキック族です。サイキック族になると何が起きますか。そうですね、サイキック族になるとなんと、融合モンスターがいっぱいライフコストをな、使わずに出せるという、あまりに最強効果によって、はい、ポーンとで2体で融合スターブベノム、まあ、リミット1になっても関係ないですよ、ね、このリミット1になっても一切関係ないですよ、ね、なんでかっていうとクリスタルベルがいるから。マジで関係ない、本当にマジでこいつリミット1だったことで何も言いたくない。まあデビフラデッキはね、はいはい、はい、でナイチンゲールを一応墓地に送りまして、でここでアポロウーサ使いまして、ウーサちゃんのイラスト違いも早くして、そしてコナミ聞いてるか、ウーサちゃんのイラスト違い早くして、でスターブベノム効果、これでナイチンゲールをコピーして、はい発射ドーン、発射ドーン。これが妨害なかったら9割で決まるのやばいでしょ、このデッキ。これ多分最強だわ、うん、これディアーゴッド